1950年のジャイアンツ打線を紹介。1番セカンド千葉茂、2番レフト小松原博、3番センター青田昇、4番ファースト川上哲治、5番サード手塚明治、6番ライト萩原博、7番ショート山川喜作、8番キャッチャー藤原哲之介。この年はセカンドの千葉と外野手の青田がベストナインに選ばれました。1951年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト与那嶺要、2番セカンド千葉茂、3番センター青田昇、4番ファースト川上哲治、5番サード宇野光雄、6番ライト南村深志、7番ショート平井正明、8番キャッチャー楠木康雄。この年はピッチャーの別所、ファースト川上、セカンド千葉、ショート平井、外野の青田がベストナインに選ばれました。1952年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト与那嶺要、2番セカンド千葉茂、3番センター青田昇、4番ファースト川上哲治、5番ライト南村深志、6番サード宇野光雄、7番ショート平井正明、8番キャッチャー廣田純。この年はピッチャーの別所、セカンドの千葉、ショートの平井、外野の与那嶺、南村がベストナインに選ばれました。1953年のジャイアンツ打線を紹介。1番ショート平井三郎、2番セカンド千葉茂、3番センター与那嶺要、4番ファースト川上哲治、5番サード宇野光雄、6番ライト南村深志、7番レフト岩本隆、8番キャッチャー廣田純。この年は大友、廣田、川上、千葉、平井、与那嶺、南村の7人がベストナインに選ばれました。1954年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター与那嶺要、2番セカンド千葉茂、3番ライト南村優子、4番ファースト川上哲治、5番サード手塚明治、6番レフト岩本隆、7番ショート広岡達郎。新人で3割の打率を残した広岡が新人王に輝きました。8番キャッチャー廣田純。この年はキャッチャーの廣田、ショートの広岡、外野の与那嶺がベストナインに選ばれました。1955年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター与那嶺要、2番セカンド千葉茂、3番ライト南村優子、4番ファースト川上哲治、5番レフト岩本隆、
6番サード広岡達郎、7番ショート平井三郎、8番キャッチャー広田純。この年は沢村賞の別所、MVP の川上をはじめ、星野広田と外野の与那嶺がベストナインに選ばれました。1956年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター与那嶺要、2番ショート広岡達郎、3番ライト宮本敏夫、4番ファースト川上哲治、5番レフト岩本隆、6番キャッチャー藤尾茂、7番サード土屋正隆、8番セカンド内藤博文。この年は別所、藤尾、川上、与那嶺の4人がベストナインに選ばれました。1957年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト岩本隆、2番ショート広岡達郎、3番センター与那嶺要、4番ファースト川上哲治、5番ライト宮本敏夫、6番キャッチャー藤尾茂、7番セカンド内藤博文、8番サード土屋正隆。この年はキャッチャーの藤尾、ファーストの川上、外野の与那嶺の3人がベストナインに選ばれました。1958年のジャイアンツ打線を紹介。1番ショート広岡達郎、2番センター坂崎和彦、3番レフト与那嶺要、4番サード長嶋茂雄。長嶋は開幕から3番サードで先発出場し、8月から4番に定着、本塁打と打点の2冠を獲得し、新人王に選ばれました。5番ファースト川上哲治、6番キャッチャー藤尾茂、7番ライト宮本敏夫、8番セカンド土屋正隆。この年は藤尾、川上、長嶋、与那嶺の4人がベストナインに選ばれました。1959年のジャイアンツ打線を紹介。1番ファースト与那嶺要、2番ショート広岡達郎、3番レフト坂崎和彦、4番サード長嶋茂雄。長嶋はこの年開催された天覧試合でサヨナラホームランを打ち、国民的スターへと駆け上がりました。5番センター藤尾茂、6番ライト国松明、7番セカンド土屋正隆、8番キャッチャー森正彦。この年大貞治が入団したもののレギュラー定着とはなりませんでした。しかし天覧試合ではホームランを打ち、これが初めての ON アベック弾となりました。1960年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト与那嶺要、2番センター藤尾茂、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。長嶋は2年連続の首位打者、入団から3年連続で最多安打を獲得しています。5番ライト国松明、
6番ショート広岡達郎、7番セカンド土屋正隆、8番キャッチャー森正彦。この年は優勝を逃したこともあり、ベストナインに選ばれたのは長嶋だけでした。1961年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター国松明、2番レフト高林恒雄、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。長嶋は3年連続の首位打者、4年連続となる最多安打のタイトルに加え、本塁打王も獲得、MVP に選ばれました。5番ライト坂崎和彦、6番キャッチャー森正彦、7番ショート広岡達郎、8番セカンド藤本慎。この年はキャッチャーの森とサードの長嶋がベストナインに選ばれました。1962年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター国松明、2番ショート広岡達郎、3番サード長嶋茂雄。長嶋は入団以来初めて3割を下回り、無冠に終わりました。4番ファースト王貞治、王は7月から一本足打法にフォームを変え、本塁打を量産、本塁打と打点の2冠を獲得しました。5番レフト坂崎和彦、6番キャッチャー森正彦、7番ライト宮本敏夫、8番セカンド須藤豊。この年はキャッチャーの森とファーストの王、サードの長嶋がベストナインに選ばれました。1963年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、2番レフト国松明、3番ファースト王貞治。王は3割40本100打点を達成、2年連続のホームラン王を獲得しました。4番サード長嶋茂雄、長嶋も3割30本100打点を達成、首位打者と打点王を獲得し、 MVP に選ばれました。5番ライト坂崎和彦、6番ショート広岡達郎、7番セカンド船田和秀、8番キャッチャー森正彦。この年はキャッチャーの森とファーストの王、サードの長嶋がベストナインに選ばれました。1964年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、2番レフト国松明、3番サード長嶋茂雄、4番ファースト王貞治。この年の王は当時の日本記録となる55本のホームランを打ち、本塁打と打点の2冠を獲得、チームはリーグ3位ながらも MVP に選ばれました。5番キャッチャー森正彦、6番ライト坂崎和彦、7番セカンド須藤豊、8番ショート広岡達郎。この年はキャッチャーの森とファーストの王、サードの長嶋がベストナインに選ばれました。1965年のジャイアンツ打線を紹介。1番ライト柴田勲、2番レフト国松明、3番ファースト王貞治。この年も本塁打と打点の2冠を獲得した王は2年連続で MVP に選ばれました。4番サード長嶋茂雄、
5番キャッチャー森雅彦、6番センター吉田勝豊、7番セカンド須藤豊、8番ショート広岡達郎。この年はキャッチャーの森とファーストの王サードの長嶋がベストナインに選ばれました。1966年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、2番セカンド土井正造、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。この年は打撃三冠タイトルを王と長嶋で分け合ったほか、柴田が盗塁王、土井が最多犠打と V9 の上位打線が固まった年でもありました。5番キャッチャー森雅彦、6番ライト国松明、7番レフト柳田敏夫、8番ショート黒江幸信。この年はキャッチャーの森とファーストの王サードの長嶋がベストナインに選ばれました。1967年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、この年の柴田はキャリアハイとなる70盗塁で盗塁王を獲得しました。2番セカンド土井正造、3番ファースト王貞治。ホームランは6年連続、打点は4年連続でタイトルを獲得し MVP に選ばれました。4番サード長嶋茂雄、5番レフト高倉照幸、6番ライト国松明、7番ショート黒江幸信、8番キャッチャー森雅彦。この年は森、王、長嶋、柴田の4人がベストナインに選ばれました。1968年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト高田茂、明治大学からドラフト1位で入団した高田が新人王を獲得、日本シリーズでは MVP を受賞しました。2番セカンド土井正造、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。この年は王がホームラン王と首位打者、長嶋が打点王と MVP を獲得しました。5番センター柴田勲、6番ライト国松明、7番キャッチャー森雅彦、8番ショート黒江幸信。この年は森、王、土井、長嶋、黒江と内野を守る5人全員がベストナインに選ばれました。1969年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト高田茂、2番セカンド土井正造。日本シリーズ第4戦の重投での本塁突入が話題になりました。3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。この年も王が本塁打と打率、長嶋が打点のタイトルを獲得しました。5番ショート黒江幸信、6番センター柴田勲、7番ライト末次民夫、8番キャッチャー森雅彦。この年は高橋和美、森、王、土井、長嶋、高田がベストナインに選ばれました。1970年のジャイアンツ打線を紹介。1番レフト高田茂、2番セカンド土井正造、3番ファースト王貞治、4番サード長嶋茂雄。この年も王が本塁打と打率、長嶋が打点のタイトルを獲得しました。5番ショート黒江幸信、6番ライト末次民夫、7番
センター、柴田勲。8番、キャッチャー、森雅彦。この年は、ファーストの王、サードの長嶋、外野手の高田が、ベストナインに選ばれました。1971年のジャイアンツ打線を紹介。1番、センター、柴田勲。2番、セカンド、土井、正造。3番、ファースト、王貞治。4番、サード、長嶋茂雄。王が本塁打と打点、長嶋が首位打者と、この年も三冠タイトルを ON で分け合い、MVP は長嶋が獲得しました。5番、レフト、高田茂。6番、ショート、黒江幸信。7番、ライト、末次民夫。8番、キャッチャー、森雅彦。この年は、ファーストの王、サードの長嶋、外野手の柴田と高田が、ベストナインに選ばれました。1972年のジャイアンツ打線を紹介。1番、レフト、高田茂。2番、センター、柴田勲。柴田は、1969年以来の4度目の盗塁王を獲得しました。3番、ファースト、王貞治。王は、この年も、本塁打と打点の2冠を獲得しました。4番、サード、長嶋茂雄。5番、ライト、末次民夫。6番、ショート、黒江幸信。7番、セカンド、土井、正造。8番、キャッチャー、森雅彦。この年は、投手の堀内、ファーストの王、サードの長嶋、外野手の柴田と高田が、ベストナインに選ばれました。1973年のジャイアンツ打線を紹介。1番、センター、柴田勲。2番、セカンド、土井、正造。3番、サード、長嶋茂雄。4番、ファースト、王貞治。王は、本塁打、打点、打率のタイトルを獲得し、中島春康、野村克也に続き、3人目の三冠王となりました。5番、レフト、高田茂。6番、ライト、末次民夫。7番、ショート、黒江幸信。8番、キャッチャー、森雅彦。この年、ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1974年のジャイアンツ打線を紹介。1番、センター、柴田勲。2番、セカンド、富田勝。3番、サード、長嶋茂雄。4番、ファースト、王貞治。王は2年連続の三冠王を獲得し、MVP に選ばれました。5番、ライト、末次俊光。6番、レフト、高田茂。7番、キャッチャー、吉田隆。8番、ショート、河野和正。代打、柳田、敏郎。この年、ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1975年のジャイアンツ打線を紹介。1番、センター、柴田勲。2番、セカンド、土井、正造。3番、レフト、粟口健二。4番、ファースト、王貞治。長嶋がいなくなり、王にマークが集中。結果、ホームラン王は阪神の田淵に阻まれてしまいました。5番、ライト、末次俊光。6番、サード、デイビー・ジョンソン。7番、キャッチャー、矢沢忠。8
8番ショート河野和正、代打高田茂。この年ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1976年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、2番サード高田茂、3番レフト張本勲、4番ファースト王貞治。張本の加入により王の打撃も復活。この年王は本塁打と打点の2冠を獲得しました。5番ライト末次俊光、6番セカンドデイビー・ジョンソン、7番キャッチャー吉田隆、8番ショート河野和正、代打粟口健二、代打柳田敏郎。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1977年のジャイアンツ打線を紹介。1番センター柴田勲、2番サード高田茂、3番レフト張本勲、4番ファースト王貞治。王は9月3日ハンク・アーロンの世界記録を超える756号本塁打を放ち世界のホームラン王となりました。5番ライト柳田正弘、6番ショート河野和正、7番セカンド土井正蔵、8番キャッチャー吉田隆、代打ジャック・リンド、代打粟口健二。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1978年のジャイアンツ打線。1番センター柴田勲、2番セカンド土井正蔵、3番レフト張本勲、4番ファースト王貞治、5番ライトジョン・シピン、6番サード高田茂、7番ショート河野和正、8番キャッチャー山倉和弘。早稲田大学からドラフト1位で入団した山倉は31年ぶりに新人捕手として開幕戦に出場しました。代打柳田正弘、代打粟口健二。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1979年のジャイアンツ打線。1番センター柴田勲、2番レフト高田茂、3番セカンドジョン・シピン、4番ファースト王貞治、5番ライト柳田正弘、6番サード中畑清、7番ショート河野和正、8番キャッチャー山倉和弘、代打張本勲、代打粟口健二、代打山本浩二。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1980年のジャイアンツ打線。1番センター松本忠、2番セカンド篠塚俊夫、3番レフトロイ・ホワイト、4番ファースト王貞治。シーズン終了後の11月4日現役引退と助監督就任を発表しました。通算868本塁打は2023年現在でも世界記録です。5番ライト粟口健二、6番サード中畑清、7番キャッチャー山倉和弘、8番ショート河野和正、代打ジョン・シピン、代打柴田勲。
ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1981年のジャイアンツ打線。1番ショート河野和正、2番セカンド篠塚俊夫、3番レフトロイホワイト、4番ファースト中畑清、5番ライト粟口健二、6番サード原辰徳。東海大学からドラフト1位で入団した原は22本塁打で新人王を獲得しました。7番ライトトマソン、8番キャッチャー山倉和弘、代打松本忠、代打山本浩二。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1982年のジャイアンツ打線。1番センター松本忠、早稲田大学からドラフト5位で入団した松本が6年目で初めて規定打席に到達し盗塁王を獲得しました。2番ショート河野和正、3番セカンド篠塚俊夫、4番ファースト中畑清、5番サード原辰徳、6番レフトロイホワイト、7番ライト粟口健二、8番キャッチャー山倉和弘、代打山本浩二。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1983年のジャイアンツ打線。1番センター松本忠、2番ショート河野和正、3番セカンド篠塚俊夫、4番サード原辰徳。3割30本100打点を達成し打点王を獲得した原は MVP に選ばれました。5番ライトレジー・スミス、6番レフト粟口健二、7番ファースト中畑清、8番キャッチャー山倉和弘、代打山本浩二、代打駒田則弘、代打吉村貞明。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1984年のジャイアンツ打線。1番センター松本忠、2番ショート河野和正、3番セカンド篠塚俊夫。4年連続で打率3割を達成した篠塚が念願の首位打者のタイトルを獲得しました。4番サード原辰徳、5番レフトウォーレン・クロマティ、6番ライト吉村貞明、7番ファースト中畑清、8番キャッチャー山倉和弘、外野手レジー・スミス、外野手粟口健二、内野手鈴木康友。ジャイアンツから選出されたベストナインとダイヤモンドグラブ賞はご覧の通りです。1985年のジャイアンツ打線。1番レフト松本忠、2番セカンド篠塚俊夫、3番センターウォーレン・クロマティ、4番サード原辰徳、5番ファースト中畑清、6番ライト吉村貞明、7番キャッチャー山倉和弘、8番ショート岡崎薫、外野手駒田則弘、内野手河野和正。この年西本と中畑がダイヤモンドグラブ賞を受賞しましたが、ベストナインには一人も選ばれませんでした。
1986年のジャイアンツ打線。1番レフト松本忠。2番セカンド篠塚俊夫。3番センターウォーレン・クロマティ。4番サード原辰徳。5番ライト吉村貞明。6番ファースト中畑清。7番ショート岡崎薫。8番キャッチャー山倉和弘。内野手河野純喜。捕手有田修造。外野手駒田紀弘。この年ジャイアンツから選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1987年のジャイアンツ打線。1番ライト駒田紀弘。2番ショート岡崎薫。3番センターウォーレン・クロマティ。4番サード原辰徳。5番レフト吉村貞明。6番セカンド篠塚俊夫。7番ファースト中畑清。8番キャッチャー山倉和弘。MVP の投票は接戦となりましたが、山倉が香取をわずかに上回り受賞しました。外野手松本忠。内野手河野純喜。この年ジャイアンツから選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1988年のジャイアンツ打線。1番センター箕田浩二。2番ショート岡崎薫。3番セカンド篠塚俊夫。4番サード原辰徳。5番ライト呂明士。6番レフト駒田紀弘。7番ファースト中畑清。8番キャッチャー有田修造。外野手吉村貞明。外野手ウォーレン・クロマティ。6月にクロマティが骨折、7月に吉村が靭帯断裂で戦線を離脱しました。内野手勝呂弘則。この年ジャイアンツから選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1989年のジャイアンツ打線。1番ライト尾形浩一。2番ショート河合雅弘。3番セカンド篠塚俊夫。4番レフト原辰徳。5番センターウォーレン・クロマティ。この年クロマティは首位打者と MVP を獲得します。シーズンの規定打席到達時まで打率4割をキープしていましたが、その後打率を落とし4割達成とはなりませんでした。6番サード岡崎薫。7番ファースト駒田紀弘。8番キャッチャー中尾隆義。内野手中畑清。外野手井上真嗣。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1990年のジャイアンツ打線。1番セカンド尾形浩一。2番ショート河合雅弘。3番センターウォーレン・クロマティ。4番レフト原辰徳。5番ライト吉村貞明。9月8日、5番ライトでスタメン出場した吉村が、サヨナラホームランを放ち、リーグ優勝を決めました。6番、サード、岡崎薫。7番、ファースト、駒田紀弘。8番、キャッチャー、村田、新一。内野手、篠塚俊夫。外野手、マイク・ブラウン。外野手、西岡義弘。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1991年のジャイアンツ打線。1番セカンド篠塚俊夫。
2番ショート河井雅弘、3番ファースト駒田則弘、4番レフト原辰徳、5番センターフィル・ブラッドリー。クロマティの後釜として入団したブラッドリーは開幕戦で初打席初ホームランを打ち、まずまずの成績を残しましたが、日本野球に馴染めず1年で退団しました。6番サード岡崎薫、7番ライト吉村貞明、8番キャッチャー村田新一、外野手尾形光一、外野手レニー・ゴンザレス、外野手西岡義弘。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。1992年のジャイアンツ打線、1番センター尾形光一、2番ショート河井雅弘、3番レフトロイドモスビー、4番ファースト原辰徳、5番ライト駒田則弘、6番サード岡崎薫、7番セカンド篠塚俊夫、8番キャッチャー大久保広元。シーズン途中の5月にトレードで加入した大久保は移籍後すぐにホームランを量産、チームの保守では最多の75試合でマスクをかぶりました。外野手吉村貞明、外野手西岡義弘、外野手与城実。この年はベストナイン、ゴールデングラブ賞のいずれも斉藤正樹が選ばれただけでした。1993年のジャイアンツ打線、1番センター尾形光一、2番ショート河井雅弘、3番セカンド篠塚和則、4番サード原辰徳。原は入団して初めて規定打席に届かず、ルーキーから続いた連続20本塁打以上の記録も12年でストップしました。5番レフト吉村貞明、6番ライトジェシー・バーフィールド、7番ファースト駒田則弘、8番キャッチャー村田新一、内野手本木大輔、外野手松井秀喜。ルーキーの松井は57試合の出場ながらチーム2位タイの11本のホームランを打ちました。この年はベストナインの選出はなし、ゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。1994年のジャイアンツ打線、1番レフトダングラッテン、2番ショート河井雅弘、3番ライト松井秀喜、4番ファースト落合博満。 FA で落合が加入し、4番打者として数字以上の存在感を示しました。5番サード岡崎薫、6番センターヘンリー・コトー、7番セカンド本木大輔、8番キャッチャー村田新一、内野手原辰徳、外野手尾形光一、捕手大久保広元、外野手吉村貞明、内野手篠塚和則。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。1995年のジャイアンツ打線、1番センターシェーン・マック、2番ショート河井雅弘、3番ライト松井秀喜、4番ファースト落合博満、5番レフト広沢克己。ヤクルトから FA で移籍してきた広沢は全試合出場したものの、開幕から打撃不振に陥り、打率は2割5分に届きませんでした。6番サードジャック・ハウエル、7番セカンド岡崎薫、8番キャッチャー村田新一、内野手本木大輔、内野手原辰徳。原はこのシーズンをもって現役を引退、引退試合で通算382号本塁打を打ちました。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。
1996年のジャイアンツ打線。1番サード西俊久、2番ショート河合雅弘、3番ライト松井秀喜。松井は4年目で初の30本塁打を達成しました。4番ファースト落合博満。開幕は4番を松井に譲った落合でしたが、5月から再び4番に座りました。5番センターシェーンマック、6番レフト清水孝幸、7番セカンド本木大輔、8番キャッチャー村田真一、捕手杉山直樹、内野手後藤浩二、内野手高村義和。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。1997年のジャイアンツ打線。1番セカンド西俊久、2番ショート河合雅弘、3番センター松井秀喜、4番ファースト清原和博。 FA で移籍してきた清原は開幕から4番に座ります。打率こそ低かったものの、右打者としては88年の原以来の30本塁打を達成、打点も87年の原以来となる90打点を挙げました。5番ライト広沢克己、6番レフト清水孝幸、7番サード本木大輔、8番キャッチャー村田真一、内野手後藤浩二、内野手ペドロカステヤーノ、内野手ルイスデロスサントス。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。1998年のジャイアンツ打線。1番セカンド西俊久、2番レフト清水孝幸、3番センター松井秀喜。松井は打点とホームランの2冠を獲得しました。4番ファースト清原和博、5番ライト高橋由伸。高橋由伸は新人で3割を達成しますが、新人王は逃しました。6番サード本木大輔、7番ショート河合雅弘、8番キャッチャー村田真一、内野手マリアーノ・ダンカン、内野手後藤浩二、内野手広沢克己、内野手石井博雄。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。1999年のジャイアンツ打線。1番セカンド西俊久、2番レフト清水孝幸、3番センター松井秀喜、4番ファースト清原和博。左手の骨折や右足靭帯の負傷など怪我の多かった清原は、入団以来続いていたシーズン20本塁打の記録が13年で途切れました。5番ライト高橋由伸、6番サード本木大輔、7番ショート二岡智博、8番キャッチャー村田真一、内野手ドミンゴ・マルティネス、内野手後藤浩二、内野手石井博雄、内野手河合雅弘。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。2000年のジャイアンツ打線。1番セカンド西俊久、2番レフト清水孝幸、3番ライト高橋由伸、4番センター松井秀喜、5番ファースト清原和博、6番サード江藤明、7番ショート二岡智博、8番キャッチャー村田真一、内野手ドミンゴ・マルティネス、内野手本木大輔、内野手後藤浩二、捕手村田義則。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。2001年のジャイアンツ打線。1番セカンド西俊久、2番レフト清水孝幸、3番ライト高橋由伸、
4番センター松井秀喜、5番ファースト清原和博。この年清原はキャリアハイの打点を挙げました。6番サード江藤明、7番ショート本木大輔、8番キャッチャー阿部慎之助。ドラフト1位で入団した阿部は山倉以来となる新人捕手で開幕スタメン出場を果たしました。内野手新岡智博、内野手ドミンゴ・マルティネス、内野手後藤浩二、捕手村田真一。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。2002年のジャイアンツ打線、1番レフト清水孝之、2番ショート新岡智博、3番ライト高橋由伸、4番センター松井秀喜。巨人で王以来の50本塁打を達成した松井はシーズン終了後 FA でヤンキースへ移籍しました。5番キャッチャー阿部慎之助。この年4度のサヨナラ打を記録した阿部はサヨナラ慎ちゃんと呼ばれるようになりました。6番ファースト江藤明、7番サード本木大輔、8番セカンド西俊久、内野手清原和博、外野手斉藤隆之、内野手後藤浩二、内野手河合雅弘。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。2003年のジャイアンツ打線、1番センター清水隆之、2番ショート新岡智博、3番ライト高橋由伸、4番ファースト清原和博、5番レフトロベルト・ペタジーニ、6番サード斉藤隆之、7番キャッチャー阿部慎之助、8番セカンド西俊久、内野手江藤明、外野手鈴木隆博、内野手本木大輔、内野手川中元次、内野手河合雅弘。8月20日、河合は通算512犠打の世界記録を達成しました。この年のベストナインとゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。2004年のジャイアンツ打線、1番セカンド西俊久、2番レフト清水孝之、3番センタータフィーローズ。近鉄から移籍したローズは外国人として史上初セパ両リーグでのホームラン王を獲得しました。4番サード小久保裕樹、ダイエーから無償トレードで移籍した小久保は巨人の右打者として初のシーズン40本塁打を達成しました。5番ライト高橋由伸、6番ファーストロベルト・ペタジーニ、7番ショート新岡智博、8番キャッチャー阿部慎之助、内野手本木大輔、内野手清原和博、内野手江藤明。この年はベストナインにローズが選ばれたのみでゴールデングラブ賞の受賞者はいませんでした。2005年のジャイアンツ打線、1番レフト清水孝之、2番ショート新岡智博、3番センタータフィーローズ、4番サード小久保裕樹、5番ライト高橋由伸、6番ファースト清原和博。4月29日の広島戦で通算500本塁打を打ち、春先は好調でしたが、死球や故障の影響で成績は急下降、堀内監督との確執もあり、この年で巨人を退団しました。7番キャッチャー阿部慎之助、8番セカンド西俊久、外野手矢野健二、内野手本木大輔、外野手ゲーブ・キャプラー、外野手斉藤隆之。この年はベストナインゴールデングラブ受賞者はいませんでした。2006年のジャイアンツ打線、1番セカンド脇谷亮太、2番センター鈴木隆博、3番レフト高橋由伸、4番ファースト、イスンヨプ。第1回 WBC で、
韓国代表として活躍したいは、レギュラーシーズンでも好調を維持し、3割40本100打点を達成しました。5番サード小久保裕紀、6番キャッチャー阿部慎之助、7番ショート新岡智博、8番ライト矢野健二、外野手清水孝之、内野手木村拓也、内野手小坂誠、外野手亀井義行、外野手尾関達也、内野手西俊久。この年はベストナイン、ゴールデングラブ受賞者はいませんでした。2007年のジャイアンツ打線。1番ライト高橋由伸。開幕戦で初球先頭打者ホームランを打った高橋は、この年キャリアハイとなる35本のホームランを打ちました。2番レフト谷義智、3番サード小笠原道博。日本ハムから FA で移籍してきた小笠原は、3割30本塁打を達成し、2年連続となる MVP を受賞しました。4番ファーストイスンヨプ、5番ショート新岡智博、6番キャッチャー阿部慎之助、7番センターデーモンホリンズ、8番セカンド木村拓也、内野手脇谷亮太、外野手清水孝之、外野手矢野健二、外野手鈴木貴博。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2008年のジャイアンツ打線。1番センター鈴木貴博、2番セカンド木村拓也、3番ファースト小笠原道博、4番レフトアレックス・ラミレス。この年ヤクルトから移籍したラミレスは、3割40本120打点を達成し、打点王を獲得、 MVP を受賞しました。5番ライト谷義智、6番キャッチャー阿部慎之助、7番サード古木茂之、8番ショート坂本勇人、外野手高橋由伸、外野手亀井義行、内野手イスンヨプ、内野手脇谷亮太、内野手寺内隆之。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2009年のジャイアンツ打線。1番ショート坂本勇人、2番センター松本哲也。昨年の山口に続き、育成出身の松本が新人王を受賞しました。3番サード小笠原道博、4番レフトアレックス・ラミレス。首位打者を獲得したラミレスは2年連続で MVP を受賞しました。5番ファースト亀井義行、6番ライト谷義智、7番キャッチャー阿部慎之助、8番セカンド脇谷亮太、内野手イスンヨプ、外野手鈴木貴博、内野手木村拓也、内野手古木茂之、捕手鶴岡和成。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2010年のジャイアンツ打線。1番ショート坂本勇人、2番センター松本哲也、3番サード小笠原道博、4番レフトアレックス・ラミレス。本塁打打点の2冠を達成したラミレスは、巨人に移籍して3年連続のタイトル獲得となりました。5番キャッチャー阿部慎之助、6番ライト長野久義、7番ファースト高橋由伸、8番セカンド脇谷亮太、内野手エドガー・ゴンザレス、外野手矢野健二、外野手谷義智、外野手亀井義行、内野手古木茂之。この年ベストナインに受賞したのは阿部だけで、二冠王のラミレスは選ばれませんでした。2011年のジャイアンツ打線。1番ショート坂本勇人、2番セカンド藤村大輔、
規定打席に立つながら藤村が盗塁王のタイトルを取りました。3番センター長野久義、2年目の長野が首位打者を獲得しました。4番レフトアレックス・ラミレス、5番ライト高橋義信、6番ファースト小笠原道弘、7番キャッチャー阿部慎之助、8番サード亀井義行、外野手谷義智、内野手古木重幸、外野手矢野健二、内野手脇谷亮太、内野手寺内隆之、外野手鈴木隆弘。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2012年のジャイアンツ打線。1番ライト長野久義、2番センター松本哲也、3番ショート坂本勇人、4番キャッチャー阿部慎之助。キャプテンの阿部が首位打者打点王の2冠を獲得し MVP に選ばれました。5番レフト高橋義信、6番サード村田修一、7番ファースト江戸川ゴンザレス、8番セカンド寺内隆之、内野手藤村大輔、外野手谷義智、内野手古木重幸、外野手矢野健二、内野手石井義人、外野手ジョン・ボーカー、外野手鈴木隆弘。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2013年のジャイアンツ打線。1番センター長野久義、2番ライト亀井義行、3番ショート坂本勇人、4番キャッチャー阿部慎之助、5番ファーストホセロペス、6番レフトジョン・ボーカー、7番サード村田修一。 FA 移籍2年目の村田はこの年打率3割を記録し、シーズン終盤は4番に座りました。8番セカンド寺内隆之、外野手松本哲也、外野手高橋義信、外野手矢野健二、内野手中井大輔。打撃好調で7月に1番に定着した中井でしたが、故障で戦線を離脱しました。外野手鈴木隆弘。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2014年のジャイアンツ打線。1番ショート坂本勇人、2番センター橋本至、3番ライト長野久義、4番キャッチャー阿部慎之助、5番レフトレスリー・アンダーソン、6番ファーストホセロペス、7番サード村田修一、8番セカンド片岡康之、外野手亀井義行、内野手井端弘和、外野手高橋義信、捕手小林誠二、外野手フレデリク・セペダ、外野手松本哲也、外野手矢野健二、外野手太田大志。この年のベストナインとゴールデングラブ受賞者はご覧の通りです。2015年のジャイアンツ打線。1番センター立岡総一郎、2番セカンド片岡康之、3番ショート坂本勇人、4番ファースト阿部慎之助。この年阿部はファーストにコンバートされました。5番ライト長野久義、6番レフト亀井義行、7番サード村田修一、8番キャッチャー小林誠二、外野手高橋義信。高橋義信はこの年限りで現役を引退し、翌年から監督として指揮を執ることになりました。内野手井端弘和、外野手レスリー・アンダーソン、外野手橋本至、外野手太田大志。この年ジャイアンツからベストナインゴールデングラブに選ばれた選手はいませんでした。2016年のジャイアンツ打線。1番ライト長野久義、2番センター橋本至、3番ショート坂本勇人、
坂本はセリーグでは史上初となるショートで首位打者を獲得し、自身初のゴールデングラブ賞も受賞しました。4番ファースト阿部慎之助、5番サード村田修一、6番レフトギャレット・ジョーンズ、7番セカンドルイス・クルーズ、8番キャッチャー小林誠司、外野手亀井義行、外野手立岡総一郎、外野手太田大志、内野手脇谷亮太、内野手片岡康之。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2017年のジャイアンツ打線、1番センター陽大館、 FA で加入した陽は故障で87試合の出場にとどまりました。2番セカンドケイシー・マギー、この年のマギーはサードで79試合、セカンドで61試合、ファーストで20試合に出場しました。3番ショート坂本勇人、4番ファースト阿部慎之助、5番サード村田修一、6番レフト亀井義行、7番ライト長野久義、8番キャッチャー小林誠司、外野手石川慎吾、外野手立岡総一郎、外野手橋本至、外野手重信慎之助、内野手寺内隆之。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2018年のジャイアンツ打線、1番ショート坂本勇人、2番センター陽大館、3番サードケイシー・マギー、4番ファースト岡本和真、6番打者で開幕した岡本は4月12日から5番を任され、6月2日に89代目の4番に座り、史上最年少で3割30本100打点を達成しました。5番レフト亀井義行、6番ライト長野久義、7番セカンド吉川直樹、8番キャッチャー小林誠司、外野手アレックス・ゲレイロ、内野手田中俊太、内野手阿部慎之助、捕手大城匠、外野手重信慎之助。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2019年のジャイアンツ打線、1番ライト亀井義行、2番ショート坂本勇人。この年の坂本はジャイアンツの生え抜きの右打者として初となる40本塁打を達成し、 MVP に選ばれました。3番センター丸義弘、4番サード岡本和真、5番ファースト阿部慎之助。この年をもって阿部は現役を引退しました。6番レフトアレックス・ゲレイロ、7番キャッチャー大城匠、8番セカンド若林昭弘、捕手小林誠司、外野手陽大館、内野手クリスチャン・ビアヌエバ、内野手山本康弘、捕手住谷銀次郎。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2020年のジャイアンツ打線、1番セカンド吉川直樹、2番ライト松原誠也、3番ショート坂本勇人。11月8日、坂本勇人は史上2番目の若さで2000本安打を達成しました。4番サード岡本和真、この年岡本は本塁打と打点の2冠を獲得しました。5番センター丸義弘、6番ファースト中島博之、7番キャッチャー大城匠、8番レフトゼラス・ウィーラー、外野手ヘラルド・パーラ、内野手若林昭弘、外野手亀井義行、捕手住谷銀次郎、外野手重信慎之助。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2021年のジャイアンツ打線、1番ライト松原誠也、2番ショート坂本勇人、3番センター丸義弘、4番サード岡本和真、
岡本は2年連続で本塁打と打点の2冠を獲得しました。5番レフトゼラスウィーラー、6番キャッチャー大城卓美、7番ファースト中島博之、8番セカンド吉川直樹、外野手梶谷孝之、内野手若林明弘、内野手ジャスティンスモーク、内野手広岡大志、外野手亀井義行。亀井は開幕戦では史上初となる代打サヨナラホームランを打ちますが、この年で引退しました。この年のベストナインとゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2022年のジャイアンツ打線。1番セカンド吉川直樹、2番ショート坂本勇人、3番センター丸義弘、4番ファースト中田翔、5番サード岡本和真、6番ライトグレゴリーポランコ、7番レフトアダムウォーカー、8番キャッチャー大城卓美、内野手増田陸、内野手中山ライト、外野手重信慎之介、内野手中島博之、捕手小林誠司、内野手若林明弘。この年ベストナイン受賞者はなし、ゴールデングラブ賞の受賞者はご覧の通りです。2023年のジャイアンツ打線。1番セカンド吉川直樹、2番ショート坂本勇人、3番ライト梶谷孝之、4番ファースト岡本和真。岡本は巨人生え抜きの右打者として2人目の40本塁打を達成し、本塁打王を獲得しました。5番レフト秋広優斗、6番センター丸義弘、7番キャッチャー大城卓美、8番サード門脇誠、外野手ルイス・ブリンソン、内野手中田翔、外野手長野久義、内野手中山ライト、外野手オコエ・ルイ、外野手アダム・ウォーカー。この年ベストナインに選ばれたのは大城だけで、ゴールデングラブ賞の受賞者はいませんでした。